どうも皆さんこんこにちは、えー、今回はですね、えー、朝日新聞社が、あのー、世論調査ですね、えー、これを、まあ、毎月行ってるんですかね、えー、でこの9月この11日12日、えー、調査を世論調査を行いましたというところで、まあ、自民党の総裁選とかですね 衆議院選またコロナ、えー、こういったものの、まあ、いろんな状況というか今国政府に対しての、えーまあ、思いとかコロナの状況に対する思いの質問に対して回答するという世論調査の結果がサイトの方ですね朝日新聞デジタルの方に えー、上がってましたのでそれをちょっと引用させていただいて、えー、今回はそちらの方からのお話をそれを見ながら話をしたいと思います。えー、でまずですね、えー「朝日新聞世論調査質問と回答」というね、えー、これは9月の1112日調査をしました。 でこちらが引用元になってま,す、えー、まず調査方法はコンピューターで無作為に電話番号を作成し固定電話と携帯電話に調査員が電話をかける RDD 方式で RDD 方式というのはコンピューターで無作為に電話番号を作成するということですね。 で11、12、2の両日に全国の有権者を対象に調査したと。えー、固定は固定電話ですね、まあ、有権者がいると判明した1042世帯から575人、まあ、回答率は55%、えー、携帯は有権者につながった2027件のうち902人、えー、全体の44%と。 携帯にかけた人のね、44%。合わせて1,477人の有効回答を得たという結果が以下になりますとここに出てる数字はですね全部少数,数点以下は死者購入で丸括弧ですね丸括弧の数字は、えー、前回の調査8月の 7日8日に調査をされている、えー、その調査結果ですねまあ1ヶ月前約1ヶ月前との、まあ、比較ということですね。はい、まず1番目に今の政治などについて伺いますあなたは菅内閣を支持しますか支持しませんかという、えー、菅内閣の今のね支持率というところにつながります。 それで支持すると答えた人が30%支持しないと答えた人が51%と、うん、前回から比べると1か月前と比べると支持する方が、えー、増えてるのかな、うん、支持しない方も減ってますね、うん、でその他答えないというのが、まあ、19%約2割の人ですね。 えーまあ、今の、まあ、直近、えー、菅さんがね、えーまあ、この前、えー、行動制限とか、それの今後、制限緩和をしていくというようなことで、えー、若干ちょっとこういう指、ね、示、えー、を得たのかなというふうには思いますね。 でえー、あなたは今、どの政党を支持していますか、政党名でお答えくださいと。えー、これで、えー、自民党が約37%、前回が1か月前32%ね、増えてますと、えー、立憲民主党がこれ、えー、減ってますね、パ前回6%の5%、公明党は1%上がって2から3。 共産党は一緒日本維新の会も同じ1%ですね国民民主党は0%という形になってます前回1%からそれが、まあ、社民党 NHK 党希望の党令和新選組その他の政党というのは0%とこれは前回と同じうん。 支持する正当はないといとうこれが43%前回47%あったんですね。答えない分からないが8%これは前回と同様と。支持する政党がないというのがまあ半分はちょっとあれですけどでもこの中で。 一番、えー、率ー43%というのは一番高いですよね、自民党セ37%なんでね、えー、ただ、前回47%、もうほぼ半数近くだったのが、えー、今回、お、え、そ、ー、らくこの,この辺りですね、増えてるところ、えー、こういうところに回ってるのかなと、う要は与党の、ね、方に回ってるような状況ですね。 まあこれどう受け取るかですよね、えー、要は支持する政党がないというのが、えー、国民の、まあ、半数近くですねいるというそれで政党政治というのを行っている日本という、えー、ここに対しては、えー、政治家という。 ね、政治家はこういうものをどう受け止めるかですよねまあ今自民党の総裁選やってますけどその自民党もー要は37%です要は国民全部の声を聞けてない、まあ、支持もされてない、まあ、私もどの党をというところになると、えー、基本的にえ党をですね支持するような 絶対この党だというような党には党は今はないというふうに思いますからまあそういう方が多分多いということですね。これはちょっと政治としては日本の政治という部分で考えたときには、えー、ちょっとまあ問題があるのかな政党政治をね、えー、進めてる日本としては。えー、その次仮に今衆院選の <laughs> 投票をするとしたらあなたは比例区ではどの政党に投票したいと思いますかとまあ一択ですね、えー、でここで自民党43%というねうん、えー、前回35%大きく伸びてますね立憲民主党下がってます11% 公明党共産党、党、えー、公明党も1%上がって共産党は一緒、えー、維新の会は日本維新の会は1%下がってます、えー。国民民主党も下がってます。社民党は1%と。えー、NHK 党も下がってますね、0%になってます。あと希望の党、れいわ新選組、えー、は 前と同じ希望の党はゼロ、例、え、は、ー、新選組は一と、えー、その他の政党が二ですね、うん上がってますね。なのでどうなんですかね、これわからない答えないわからないが二十二というね二十二パーセントもあるという。だからこの辺りの票の動きというのは、えー、結構今度の衆院選の時にですね。 えー、各政党これをどう捕まえるかというねまあでもこの結果ね党に対して、えー、自民党がいいからこの増えてるのかまあ今ね総裁選でいろいろやってこういろんなねいいことってやっぱり耳障りのいいことって皆さんおっしゃると思うんですよね。 でコロナ対策、うん、それを優先するとそれが大事だということをおっしゃいますと、えー、自民党もやっぱりそういう意識を持って、えー、これから変わってくれる、うん、総裁が変われば変わるという期待が多分こういう数字には表れてると思います。あとももう一つは、えー、今、ね、菅ささんがっっきも言った 菅さんがそのコロナに対してのね行動制限緩和とかそういったことを進めていくとでワクチン接種それもおまあ今のところですね今え今日も出てましたけどねあの半分ぐらいですか今2回接種終わったのが全国の国民の約50%という状況にもなっているというところでえちょっとこういう指示 党の支持率、自民党の支持率はまあただ一方で、ね、野党、えー、基本的には、まあ、共産党は共産党でねもともとやっぱりその党員、まあ、最近は減ってるんですけど、えー、共産党員という地盤がありますのでね、まあ、公明党にし,かしてもそうですけどまあ 公明党はね、今、与党の方の側ですんで、えーまあ、野党がね、特にこの立憲民主党とかですね、うんこれだけ下がる原因が何かというところ、まあ、この、ね、次の、ね、衆院選をどう戦っていくのか、えー、というところは、ちょっとまたね、えー、改めていろいろ私が思うところとかですね。 そういうところをちょっとまとめていきたいなとは思いますが、えー、次自民党総裁選が17日に告示されますと新しく選ばれる自民党総裁は事実上次の首相になりますあなたは次の自民党総裁には誰がふさわしいと思いますかとこれも一択です。 要は自民党総裁次の自民党総裁イコール次の総理大臣ですね首相になると、えー。というところで、えー、誰がふさわしいかと。で、えー、この中で一番は河野太郎さん33%、えー、続いてがこの石破茂さんこれ出てないですけどねまだねまだまだ出てないですよね。うん えー、僕は個人的にはぜひ、えー、出馬していただきたいんですけど、えー、あとお岸田文雄さんが14%でそれとおもうすでに立候補されてるこの高市早苗さんが8%とでまだ立候補されるのかされないのかこの方もちょっと微妙ですけど野田聖子さん3%と。 でこのの中にはいないといなとうのが20ありますでその他答えないも6というね、うん、まあまあ、えー、これはね今の流れの中のね、えーうん、あのまあまあこんな感じかなと思いますが、うん、まだ出てない石破茂さんが出てる岸田さん高市さんですねこのお二人よりも。 えー、支持率が高いという次の総理総裁というところを、えー、国民が期待している、えー、という、まあえー、この世論ん、まあ、この世論調査の中での、ね、この数字これをどう捉えるかですよね。もともと石破さんは国民に対する国民からの人気は、えー、それなりに終わりの方なんでね。こ、うんまあ、これはこれはで ななんとなく頷けますね「あなたは次の週に最も必要なものは何だと思います?」。これも一択です、えー、この中で実行力がもうはるかに求められてます。64うん、やっぱりこれはやっぱコロナのね、えー、政府のですね対応政策。 えー、まあ非常事態宣言とかねそういったところの、うん、延長延長延長、えー、という中でじゃあどういったことをそ,のそれを抜けるためにね抜け出すためにどういったことをやるんだというようなこととかがはっきりと見えないまあ唯一ねワクチン接種を進めるんだということでねやってますけど。 それ以外のですね実際の経済が落ち込んでる苦しんでる人うそういう方たちにですねこういうこう、えー、まあそういう方たちのやっぱりこう不満というか、うん、そういうものでやっぱりこう思い切ってですね、えー、そういう財政とかそういったことの財政出動というやつですね。 えー、そういう政策を思い切って取ってくれる人、もうこれはもうコロナの中で特に皆さんが感じてることだと思いますね。で、まあ、この誠実さね、このあたりはいろいろ自民党の隠された部分とかですね、えー、不誠実な対応とか、そういうところが出てるんでしょうかね。はい 次は「あなたは次の首相は前の首相の安倍さんや菅さんの路線を引き継ぐ方が良いと思いますか?」「引き継がない方が良いと思いますか?」と「引き継ぐ方が良い」が28%「えー、引き継がない方が良い」が58%約6割ですねその他答えないが14%と、え。ー まあ3割の人、3分の1の人はね、引き継ぐ方がいいというふうに思われてる。うんえー、で、それ以外の6割の人はね、引き継がない方が良いと、うん。ここはやっぱりね、国民の声としてはね、変えてくれよという声ですよね、自民党変えろというね、もうそれがこう出てる。 でもうこのねその他答えないはね多分ね誰がやったって一緒やという諦め、えー、私もおその無関心政治に無関心だったということを以前お話してますけど興味はあるんだけど、まあ、こういう話とかねいろんな政治の話とか興味はあるんだけどじゃあそれでですね何が変わるんだと誰がやったって結局は その今のね自民党の、えー、やってる政治、うん、そういう風になるんでしょうっていうようなそういう思いの方も、えー、この中結構割合いらっしゃるんじゃないかなと僕は思います。はい えー、私もその今,今はですねやっぱりちょっと意識を変えないとと思って今回ねこういうコロナ禍でこういう状況になったやっぱりこれではダメだというふうに思うんで今こういうふうに向き合ってますけどそれ以前はもうここです私は。はい、で えー、あなたは次の首相には日本経済の成長を図る政策と格差を是正する政策のどちらに重点を置いてほしいですかとまあこれはあれですねあの、えー、まあ言えばこの格差を是正する政策っていうのはやっぱりあの、えー、岸谷さんのね、えー、分配というあの辺の政策のことに,につながると思いますけど。 やっぱ経済成長を図る格差を是正する、うん、ほぼ半々ですよね。その他答えないというのが16まあ成長を図る方に政策をとってほしいというのと格差を是正する政策をとってほしいが 43%41% とまあそれぞれ近い割合ですね。うん、まあこれは、うん、こうでしょうね。 経済の成長というのを望むと同時にやっぱり格差の是正も望んでほしいというのはやっぱりその格差をすごく感じてる人とかですけどただねまあ資本主義という中でですねやっぱりその格差というのが生まれるというね成長利益そういったものをですね得る側に立とうという競争が生まれるんで 資本主義というのは、えー、基本経済を伸ばしていくというようなところがあるのでただ、えー、やっぱりいやいややっぱりそういう是正をなくしてほしいというこれは、えー、人の真理かもわかりませんただまあこうなってくるとですねやっぱり、えー、そういう全てが国が管理して、えー、みんなに分配するというようなねそんな感じの経済を取らないとちょっと完全に是正というのは 現実的にはできなないいのかなと思いますねで、えー、次に「あなたは次の首相は脱原発を進めるべきだと思いますかそれともその必要はないと思いますか」と「えー、進めるべきだ」というのが48%「その必要はない」が40%と若干、えー、脱原発というのがね、えー、多いですが、えー「その必要はない」という方の、えー、お答えも40%と。 48に対して40と、えー、それなりに、えー、その必要はないという答えも、ね、多いと思います、えー、これもやっぱり現実的な問題としてね、うんえー、理想論というのとそれともう一つはやっぱり、えー、原発の事故ですね、えー、特にあの災害東北の地震の時のやっぱりあの災害被害状況を見て、えー、やはり原発は危険だと。 いう思いを強く持たれた方が多いと思います私もあれは大変なことなんだという認識はありますが、えー、だからといってゼロにできるかというと 今はむそれはあの,その方向でね、えー、自然エネルギー、えー、再生エネルギーとかですねそういったものを使っていくという方針で進めていくという方向性は私はそういうものをね使えるものは使えばいいというふうに思いますが脱原発というところが果たしてどこまで実行できるのかというのはその以外のね、えー、エネルギーを生むためのね、えー、その技術。 そういいったこととで決ままるのかなと思いますあなたは次の首相は森友家系学園問題や桜を見る会などの問題の解明を進めるべきだと思いますかそれともその必要はないと思いますか進めるべきだとその必要はないそれぞれが 47%45%、えー、その他答えないが8%とうんまあこれも。 えー、この進めるべきその必要はないという方の、まあ、私は、えー、今だから司法が介入して進めてるただ司法も巻き込んで、えー、隠蔽工作、えー、隠そうとしてたじゃないかというところがあるのでね。 うんえー、6割は進めるべきだとは思いますが4割はもう一度その司法というもの司法のあり方ということも含めてね、えー、司法に今委ねるところは委ねるとおただその状況を見てやっぱりもう司法も取り込まれてるなということであれば改めてやっぱりきちっと、えー、国が。 まあ言えば国会でですね、えー、尋問なり追及というそういう組織を立ち上げて進めるべきだとは思います。えー、というような感じの方がこの45%の中にはね多分いらっしゃるんでしょうね、うん。全くだからもういいんだよという人ばかりではないとは思います。 で、えー、その次、あなたは今度の衆院選で投票する政党や候補者を決めるとき党の代表が誰なのかをどの程度重視しますかこれ,一択です、えー、これは、えーあまあ、まず、えー、結果ですね大いに重視するが18%ある程度重視するが47%あまり重視しないが23%。 全く重視しないが9%、えー、その他答えないが3%と、えー。なのでまあ重視をするよとうまああまり重視しないも一応重視するところはあるという方も含めるとこれ、えー、どうですか88%かな、うん。約9割の方が 何らかの,その党の代表というのをこう意識をするという人がまあ9割ですね。うんまあ、なのでこういう感覚をですね皆さん国民が持たれてるっていうのは政治家の人はねみんなやっぱり多分肌で感じてると思うんでなので今回の自民党のその総裁。 でこれは一一方野党も一緒だと思います、えー、そういうところでのだから代表党の代表ですね野党は野党で党の代表のやっぱり発言とかですねその政策ポリシーそういったものを国民に向けて、えー、どれだけ発信できるかというところがあ一番、えー、今はですね、えー、大事だというのがみんな分かってるんですよね。 うん、なのでまあまあさっきのねあの立憲民主枝野さんなんかも今一生懸命いろいろ発言されてますよね。ただまあその内容がという,うところもあるとは思いますかねまあやっぱりそういう意味でこの衆院選に向けてね今回今やってる自民党の総裁選これは、えー、特にね政党の 1>, 1期2期3期ぐらいの若手議員にとってはね前も言いましたけど党の代表の顔というのはすごく大切なのでだから、えー、その若手だけがですねどんどんし、えー、政党今の総裁選を見て、えー、その動きが活発になることイコール今までここのね安倍政権菅政権 えー、その流れをですね、えー、その政党、自民党を変える力に、えー、自民党内のそういう若手議員が支持する党の代表ですね、えー、この代表が今、自民党に総裁選として出てる方、もしくはそれ以外の方で、誰がいるのかということですよ。 うん、僕は今の3人ではそれはちょっとねどうかなというふうには思います。えー、あなたは第2次安倍政権以降の約9年間の自民党と公明党の政権は全体として良かったと思いますか良くなかったと思いますか。えー 良かったが良くなかったというのが40%その他、答えないが11%、まあ、これも、うん、えー、そうですね、えーまあ、この数字があるから、えー、さっきの、ね、自民党の、ね、今47、47%ぐらい、えー、党としてです、ねえー、支持を得るような、えー、そんな状況に生まれなってるんですよね。うん うんただまあね本当にこれでいいのかというところ私はこの9年間というねこういう期間というよりは、えー、今回のコロナ禍というのがもう本当にあの国政が、えー、我々国民の生活というものに対して、えー、どういう影響を及ぼすのかしかも何をする力を持ってるのかというね えー、例えば自民党与党のね公明党も含めて与党の力力量というのが見えたのかなと僕は思ってます。なのでこの9年間通してっていうとお僕はこの9年間のうちコロナというここ、まあ、約2年弱、えー、こことその以前とは。 あの感覚的に受け取ってる感覚がやっぱり全然違います。で本来この約2年弱ここで本来の国の与党政府の力というものがもっと出てないとおかしいんじゃないかなというふうに疑問は持ってますということで私もこれ実は良かったよくなかったこれどちらでもないという。 ことですね、まあその今の直近このコロナ禍というところで言えば良くない。でもそれ以前というとうーまあある程度経済全体的な経済で見ると安定という部分は生んだところもあると思います。えー、そういうところを考えるとまあかったうーん。完全にいいとは言いませんけど良かったかなという。 気もしますというところでトータルするとその他答えないになりますね。はい、であなたは今度の衆院選で自民党と公明党の与党が議席を増やした方が良いと思いますか野党が議席を増やした方が良いと思いますかこれ面白い説明ですねそれとも与党と野党の議席は今とあまり変わらないままが良いと思いますか 与党が増やした方が良いと思う人は19%前回15で今回増えてます野党が増やした方が良いが36%前回37から減ってます今とあまり変わらないままが良いが36%前回よりも増えてるとその他答えないというのが9%前回よりもまあ減ってますど,っちどこかに入ってるわけですね。 うん、まあ野党が増やした方がよいが減ってきてますとこれ分かりますねうん今今じゃあ本当に野党がね与党のまあ自民公明というところを上回るものって何がありますかということですよ、うん。いいことは野党はいろいろおっしゃってますけど。 何まあ今とあまり変わらないままが良いというのが36%というのもちょっとねうー私的にはやっぱりこうまあ変わらないままが良いということイコールもうあのいいんじゃないのっていうような諦めとかそういうこともですね、えー、含まれてるのかなという気はしますから。 うん、ここをやっぱり減らしたいですね、減らした方がいいんじゃない、まあ、どちらかに、えー、入れる、ああ、でも難しいな、どちらかという、この野党がね、弱すぎますよね、うんまあ、やっぱりこう与党である自民党、う公明党、うん、になっちゃうのかな。 あで,もでも今の与党特に自民党のままでいいというのはやっぱりそこには何かね一石投じる何かが起こってほしい変革が起こってほしいというふうには思いますしそれを期待すること、えー、もっとその与党に対して自民党公明党まあ連立になってますけど仮にまあ自民党に対してね えー、やっぱりきちっとお政党として実行力伴った政党としてね、えー、存在野党が一党でも、まあ、複数党でもいいんですけど、えー、ただ連立を組むという形でもいいんですが、えー、その中でちゃんとお実行ができるそういう政党野党がですね欲しいなと。 でも今現状ではちょっと難しいですね、うんえー。次に新型コロナウイルスについて伺いますとあなたは新型コロナウイルスをめぐるこれまでの政府の対応を評価しますか評価しませんかと評価するが37%評価しないが54%と前回から比べるとそれぞれ10% 前後ですね、うんえー、評価するは10 14%上がってますし評価しないは12%下がってるんですね評価しない。だから、えー、評価するの方が上がってるその他答えないが9%と。 うん、まあこれはやっぱり、えー、ワクチン、えー、さっきからね言ってるワクチンの接種率が上がってる確実にちゃんと上がってきてるということと、えー、行動制限を緩和するという政策だからこのね僕思うんですけどこの今回、えー、自民党が、えー、この総裁選の後衆院選 えー、というのもおもしそこで衆院選をですね、えー、ある程度お、まあ、今の現状維持もしくは伸ばすことができるとしたらこれはねコロナウイルスをですねまあ,あの本当の理由はそうじゃないんでしょうけど、えー、ここにですね自分の,おその両方両立はできないから打ち込む選任するんだと言って辞めた菅さんが。 え最後のですね、まあ、言えば自分のです、ね、足跡足跡を残そうという気持ちだと思うんですけど、えー、まあこういうことを行動宣言の緩和とかですねそういうことをどんどん推し進める、まあ、あの人はもともと自分でご利用しう結構進めたところありますからね今の状況でも他の人はみんな総裁選とかですねそういう方に行ってますけど。 ある意味もう自由に今やららせてもらってもっるわけですよね今結構や,やりたいことを100でなくてもねある程度今までみたいな状態ではなくては結構もう思いっきり、まあ、好きにやんなはれみたいな感じのところもやっぱあると思うんで周りがね、うん。なのでそういう意味でやってることが国民にとって自民党への印象のプラスに変わってるというような気がしますね。 うん、だからここの、ね、コロナウイルスの,このそういうことも本当に何もなければもうこれ圧倒的に評価しないよもっとと増えてると思いますね、うん、政府は緊急事態宣言が出ている地域でもワクチン証明書などがある人には11月頃をめどに飲食、イベント、旅行の行動制限を緩める案を出しましたと。 えー、イベント旅行の行動宣言を緩めるまあ緩和措置、えー、ですね緩和案を出しましたあなたはこの案に賛成ですか反対ですか賛成51反対41とうん多分このね賛成の中の人の行く文化がさっきのねこういう,う評価するの方の増えたところだと思います。うん まあこれはねやっぱりあの接種をですね進めても2回接種をしてもですねえやっぱりそれでも感染するよというのが今あの実際にねちゃんと出てますからえそこを懸念してえということがやっぱりこの反対されてる方の理由だと思います。 うん、それとやっぱりそういうことによって医療機関が逼迫していくというところを懸念されている、えーまあ、一方ね賛成する方というのはやっぱり経済のおこれをですね今の状況をもうこれで少しでもですね、えー、緩和して、えーね、経済があ活動ができるということであればですねもう本当にこの飲食とかですねイベント それととかあと観光業ですよねこういう方というのはもう本当にもう一方その医療ということをね気にする医療機関のやっぱり逼迫とかで感染このワクチン接種してても感染するからというねその感染者がですね増えれば 当然医療機関というところにそういう人たちはお世話になるわけですから、えー、ならざるを得ない状況になりますからねだから医療という部分部門、えー、観点で見るとやっぱりそれはちょっとまだ早いんじゃないのとか、うん、そういうふうな意見が出るだからまあこの割合ね51%で41%これはこの結果としては納得は私は、うんまあ、できますと。 えーですねまあ、この辺りは、うん、やっぱり今でもただできる限り可能であればやっぱり経済のね、えー、こういう行動制限とか経済活動というのはですねやっぱり再開していくという方法を模索して実行できることからやっていくということはすごく大事だと思います。うんでえー、最後ですねこれ あなたは新型コロナウイルスに感染した場合必要な治療を受けられない不安をどの程度感じますかと、まあ、このもう一択です。大いに感じるが38%ある程度感じるが44%あまり感じないが13%全く感じないが4%その他答えないが1%ということでですね えー、全体のこの調査の、ね、対象者の82%があー自分が治療を受けられない、うん、かもしれんなという不安を、ね、感じるということに、えー、82%、まあ、約8割の方が、ね、そういうふうに思われてると、うん、やっぱりこういうことのために今ですね えー、その医療機関自宅療養ではなくてね、えー、その医療機関として、まあ、それがあ大,大型の、ね、施設とかそういうものを、えー、急遽病床としてですね、えー、そういうふうに拡大していくという政策を、えー、進めて、えー、実際にもうこれは各自治体単位ということに今はなるんでしょうけど、えー、それで進めていくと。 いうことが急、えー、務であるというふうに、えー、まあ今ね、えー、実行されてる要因かなと思いますね。うん、まあ私自身はですね、えー、まあ多分その治療を受けられないくても仕方がないかという <laughs> あの変な言い方ですけど、うん、まああの えー、うんもともとねこういうものに感染して感染してもうそのであればもう自分のそれが運命定めかというようななんかそんなとこがあるので、えー、まあこれをどう感じるかというと受けられない不安を感じるとなるとまあまああまり感じない全くではないですねあまり感じないというところかな。はい ということでこれが朝日新聞の世論調査、えー、この9月11日12日で,ですね調査をされたその結果ということでした。えー、という中でですね、まあ、今回ねコロナのこととかですねあとはやっぱりこう自民党の総裁選衆院選そういったところに向けてのまあ質問と回答というのもありましたが。 まあ今こういう世論調査で出てくるものをですねえまあ自民党は今総裁選やってますけどえー党としてどう受け止めるかまあそんなことをいやどうでもええねんといやもう自民党はどうしたって自民党なんで自分たちがこういうこの人を総裁にするとかえ総理になれば与党となれば。 えー、それなりにやっていけるんだよというふうに、たかをもしくくってるとしたら、これはちょっとね、うん、それがくくれる状態ということがもしあるとしたら、そこを変えないといけないのかなというふうにも思います。うん、野党は野党で、それをひっくり返せる政治家として、ね、政党として、えー、実を持ってほしいなというふうに思いますね。 ということで今回はこの朝日新聞社の世論調査というところの結果を参考にちょっとお話をさせていただきましたご視聴ありがとうございます。